ございます。おはよう、みんな。画面暗い。おはようございます。総選挙お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとう。髪の確かに長いね。伸びた。いただきます。これ同じ長さ。おはようございます。あ、電気がついてないからか。うん、全部ついてる。おはよう。一人部屋。そうだよ、今日の、そう、今日の洋服。今日行くね。やったー。よく寝れた。うん、よく寝れたよ。久しぶりに広島に帰省しやす。お、気をつけてね。今日は握手会だよ。お仕事してないや。今日は握手会だよ。来てくれる？経済効果27億円。すごい。やば。こっちも閉めたい。反射してて見えない。ちょっと待ってね。いろいろ寄り道してくる。これか。朝って感じ。あ、ハタル、ねえ見て見て。ねえ見て見て。じゃーん。これね、思ったんですよ。こうやって見たらちょっと苦笑いしてるけどみたいな感じだけど、昨日こうやってね、このこれをこう膝の上にかけてこう見てたんですよ。そしたらね、なんと反対から見たらちょっと可愛く見えるっていう。さっき見えたんだけどな。反対からこういう角度から見たらほら、誰この美少女って思ったら、あ、自分、え？と思って、え、めっちゃ可愛い、え、めっちゃ可愛くない？と思ってこう、こうやってたら、あはははってなった。よく言う、よく言うんだよ、若い子は。反対にすると可愛く見えるって。めっちゃ可愛くなるんだよね。やってみて、もし、あれだったら。やってみて。奥さんが今日のカハタルの服を見てかわいすぎだから握手に連れてきてもらいました。今日のあの服はあれだよ、お菓子会。スケルトンです。スケルトン
になってます。今日はウィゴコーデ、ウィゴで揃えましたよ。スカパー可愛く映ってたよ。本当？セクシースケルトンシースルーって言う、なんで知ってんの。おお Vigo でお腹すいた。お腹すいた。キムチ食べていいか。あー、重大発表緊張やなって。それな、重大発表緊張。重大発表緊張やな。え、あれ何時から。お昼、お昼、お昼かほいる、あ、いるわ。お昼か。あ、でも今日ダメだ、握手カールちゃん食べれない。キムチ、あー忘れてた。持って帰ります、お家に。14時10分から。ふぅ、あ、周りないのね。あ、そうなんだ。重大発表って本当に知らないよ。知らないから怖いんじゃん。おはようございます、食べても買わない。ダメだよ、ニンニク臭いじゃんか。あはは、今日目腫れてるわ。10分、14時10分だよ。14時10分だ。いってらっしゃい。昨日はお疲れ様です。テレビで勤めてた。おお、ありがとうございます。おいちーさんがコバを投げてくれた、ありがとうございます。あかつくんもハートありがとう。あ、だるまも来てた。スイカ、きょうちゃん、バラ、ありがとうございます。重大発表は多分船のことか、ニューシングル。なんだろうね。今日おしまし使えるなら行っちゃおうかな。6部が使えます。6部奈々さんの兼任会議。それはないよ、知らないけど。やだ、それは。ショールーム18、すごいね、ありがとうございます。二期生フラグ、それは重大すぎ。船の名前候補とかすが、ああ、ジラープ気になるけど見られない。それないよ。それはないよ。顔痩せた？わかんない。痩せた？痩せたらいいな。なんか、痩せたらいいけど。おはようございます。お、かすびさん。いいね。三重県出身。昨日のみゆみんとの重ショットタイムが最高だった。本当？あ、昨日来てくれてありがとう。18位って選抜？わかんないけど多分違うと思う。おはようカホタル、明日はお疲れ様。昨日はお疲れ様です。船の名前は
あ、読めん、漢字が何だろうね、時間とかな、何だろうね。今日6部に会いに行く、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと前髪跳ねてる。毎日アイドル50人、え、嘘、すご、嬉しい今日は握手会撮ってないのでできないけど、月会嬉しい、ありがとうございます。ロアト君、実美やーさん、おはようございます。チームリクト、おはようございます。初日これが一番嬉しい。初日こう、あ、なになに、公演ってこと、去年のってこと、日にちが決定とかかな、もう怖いわ。こわたん、こわたん、携帯とかやったっけ。よし、七並べようやくできるね七並べようやくできますね。みんな順位を落とさずに、ありがとうございます。ちょっと待って、確認。セカンドシングルとかそれな、正直怖いかも、めっちゃ怖いんだけど、本当に。これか、違う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 、どれだっけ。早速出てるね。何が何が、おそらく船の名前かも。なんだろうね。ちょっと待って。これじゃなくて、これでも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 なかったらどれや。わかんない。選抜発表だったら怖いよ。選抜発表だったら顔が怖い。七並べ選抜。寝起きいいね。寝起きはいい方。選抜外れた後の握手が雰囲気悪いから、それはないのでは。え、それはないのではって、そんなことある、ある。もう毎回いつもなんか悪くない、でもお昼とかある時は悪くない。白崎さんはやっと私出てるね。確かに海外公演だったらめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいね。待って待って、ショールームのあれ忘れてた。宣伝宣伝、おはようございます。選抜発表だったら心に残るイベント連続しすぎてこともつらいうん、それはそうだけど、ずっとずっとそばにいた、そばにいたいよ。大富豪のアプリが出ますってだったらいいのにね。船が全国回って公演とかなら、あ、それうれしい。
記憶よろしくお願いします。チーム発表、チーム発表あるかな、わかんない。カホはないと思う、チーム発表は。わかんないよ、カホも知らないから。経営修正昇格早くない？日本全国戦場公演とか。セカンドシーン、セカンドシーンの怪我してならない、怖すぎる。え、ちょっと待って、なんかタワー立ってるんですけど待って待って待って、タワー立ってるんですけど、いつで、ジュウさんありがとうございます。ありがとう。全員いるからセカンドシングル、セカンドシングル怖いって。いや怖い。ありがとうございます。重大発表、カートル、ほくろを取る、ほくろ、ほくろ取りますか いい発表だ。いい発表なのは間違いないけど、ただ怖いっていう。1万タップしなくていいんだボスありがとう。1万タップ、お疲れ様です。ほくろかわいいです。もう怖いです。どうしよう、これが笑顔の最後の笑顔の配信とかになったらどうする。いや、なりそう。どうする。中大発表、メンタル革命、メンタル革命しない、しときなよって誰やねん。イリコンセカンドシングルはよ、じゃあ仕事行かないと、ちょっと大丈夫。ガタルは何の重大発表だったらいいの。何の、いや、やっぱ船できました。何日に船で公演できますとか。なんかちょっと待って、これさ、なんか書いてあったよね、どこだっけな、何で見たんだっけ。あ、書いてないのか、まだ。あー、こっちか。船の名前だったらずっこそっか、でも名前も決まってないからどうなんだろうね。なんじゃこりゃ AKB、 え、これ何、あ、へえ、そんなのあるんだ。
これか。ショールーム生中継設定のお知らせ、さらに、気になる。まあね、予想しててもね、わかんないから。わかんないから、おとなしく待とう。さあ、といつ。ヘアピン、これ、あの、メイクのやつで、前髪浮いてるから、つけた。ひぃー、怖っ、怖っ、怖った、怖った。あ、ヤグレット。その髪型いいよ、ありがとう。ママたる今日の握手会来ないの？来ない、帰るって言ってた。帰るみたいです。その目してるやつ素敵。あ、ありがとう。ママタルが隣のレーン並んでたら面白い。それをびっくりするね。風鈴がないと大人っぽく見えるの。風鈴がないと大人っぽく。風鈴ないね。おはよう、シュールマージ。おはようございます。黒似合う？黒好きなんだけどね。最近ママたら一人ライブ対戦してないな。うそん、やってると思うよ。めちゃめちゃ一人ライブやろうよ。え、どっちが強い？え、誕生日カードよりもはやこっちの方が強くなってる。ちょっと変えよう。SR の一番強いカードやっぱこっちか。あー、赤案外持ってるの少ないんだな。誕生日カードすぐよく、あ、そうなん。やろう？ちならべ。一回だけ。久々にやりたくなった。じゃあ準備してください。風強い。そうなんだ、コーチ。コーチ帰ってるんだ。言ってたね。星の数一緒でせ、ない。あ、あるかもしれない。星の数で一緒。え、ない気がする。いくよ。いくよ。5。先生、7からね。7。6。5。4。3。2。1。5。お、あれ？あ、あ、来た、来た。あ、来た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 。おお、いいですね。誰は誰投げてくれたの？ひ
ょん。ヨナエモンちゃんハートウーリムカーちゃん。誰もありがとうございます。お、当たった。何このさ、そう思ってたんだけど、何このハートのボックスみたいなやつ。あ、間違えた。まあ、いっか。もしもし使える気がなくて、残念。じゃあ次はいっぱい来てね。待ってるから。おはたる。このハートなんなの？さっきからブフブフブフ。昨日のショックごめん、ほんとごめん。え、先頭にさせてくれてたんだ。あ、その宝箱の場所に出すと、へえ。お、やば。これもらえるとボーナス、へぇー、ちゅばいばいばい。あー、やっぱそうきたか。昨日結構映ってたよね、みたいですね、嬉しいです。みんながそうやって言ってくれて、ゲットしてる。おはよう。お、スーさん本当ありがとうございます。ダメかもしれない。重大発表配信見れない。え、でもその後に配信できるかもしれないよね、もしかしたくれるでしょうかって。ガハタル見つけられたし、本当に嬉しい。リーマガハタル主婦された。うっそう、ガハタルヤッホーヤッホー。朝のご挨拶に来ました、ありがとうございます。じゃん、反則負け。うまいもの食べましたか？なんか何か食べたけど何だったっけ？あ、味噌カツ食べました。そっか、次は感謝祭があるんだ。ちなみにめっちゃ美味しかったな、味噌カツと手羽先。3位だった、惜しい。ジョーカーをミスって間違えて、じゃあ 9のカードを出すのを忘れて最後になっちゃった。おめでとう。話した、話したよ。あー、山口公園ね。あれ？もうあれ決まったんですか？当選。いつだっけ？はるさん、ありがとう。
カホも今日のケータリングもう一回味噌カツがいいな。あー、ひつまぶしがいい。ケータリング、29日あったと。おお、あ、そうだ、もう決まってるんだ。そうだそうだ、もうだいぶ前に出てるな。ははは、1位は今村推し、やばい、全員負けちゃった。みそみこみうどんか、あいつだけでつまずいし。へえ、そうなんだ。あとは何か言ってた。いや、あのあとはナオさんと会えてないんですよね。ナナさんにメールし、LINE しとこう。ごい。はやてくん、ありがとう。チェックアウトして会場に向かう。おお、電車気をつけてね。はい、飲んでるもん、モンスター。そういえば NGT さんがすごかったな。西村奈々、西村さん、美波ちゃんも、美波ちゃん何位だったっけ。 21?21だよね、合ってた。21。ナナさん。ナナさんのスピーチめっちゃかっこよかった。なんかすごい AKB 愛を感じましたし、なんか STU のこともちゃんと思ってくれてて、すごいなって思いました。おはようなんなり、朝がんば、うん、なんちゃらがんばるさん、タコありがとう。AKB グループオタクの皆さんみたいな、なんだっけ、ちゃんとオタクの道を貫いてくださいだったっけな。オタクの人生をなあちゃんに捧げます、なんかオタクの人生を貫いてくださいみたいな感じのね、がもうアイドル人生貫きます。あ、炎上さんありがとうございます。初ペンギン、はいって言ってたよね。オタク人生貫いてください、はい。オタク人生、自信を持ってオタクの人生を貫いてください。ちゃんと聞いてるじゃん。
やば、さくらたんの意味深な発言、来年総選挙スパリ、来年出ないって言ってなかったっけ。お宅の人生カフトに捧げます、ありがとうございます。あとね、何のスピーチ、あー今一瞬あ出てきたんだけど、なんだっけな、誰のスピーチだったっけな、めっちゃ良かったんだけどな、でも本当にね、去年はなんか去年のスピーチを聞いててもちょっと分からないっていうかことが多かったんですけど、本当にこの1年通してなんか心に来るものがありましたね、全部すごい、なんかねえねえ響いてくる、そう、なんか本当に、前から、あーなるほどね、あーみゆさんを総監督目指すって言ってましたね、そうだね、本当にそれは思いました、僕的には何なんですか、あ、トムさんね、うん、NBA はあんまり知らないけど、吉田あかりさんのスピーチはお手本にしたいレベルだった。あー、吉田あかりさん、あ、吉田あかりさん、確かに。うんうん、やっぱり選抜メンバー、やっぱり選抜メンバーさんのスピーチは本当に、ね、違うなっていうか、なんか、すごいなって思いました。MC 力もあるの、吉田あかりさん。すご。あのスタイルで。吉田あかりさんのスピーチ。須田あかりさん。ああ、確かに。あ、ココちゃん初だったんだ。そうなんだ。ナナさんね、なんかもう瞳の奥がすっごい輝いてました。確かに。ラジオも面白い。すごいね。あ、AKB かで好きにした、あー、8年前に来て、8年前に AKB さんを受けて、5年前に SKE になり、みたいな話だったね、確か。あ、そうなんだ。実は岡田さんロングの方が好き、そう、岡田はショートも好きだけど、二人のスピーチ聞きたい、ありがとう、
ああ、確かに。ゆい、奥山さんのスピーチも感動だったね。カータルショートにしたことある？え、ずっとショートだった。ずっとっていうか、イカ姫、なっちゃんおかしかったはずだ。本店に座って本気で。そうだね、本店に座ってたもん。それはそう。名古屋ドームで握手会です。サカチーもありがとう、投票してくれて。そう、本当に投票してくださった方ありがとうございます。惜しくもっていうのは惜しくも分かんないけど、ランクインはできなかったんですけど、本当にガホは一票一票皆さんが投票してくれたっていうね、ことが何票投票したよとか言ってくれたことが本当に嬉しかった。ありがとうございます。セットウィングの時、ああ、もう若干短かったかな。おととい投票、嬉しい、ありがとうございます。エナジードリンク、ダメ？エナジードリンク、よくない？ダギャー。このジュース好きだよ。ダメなの？初めてメールの返信しといたわ。やったーやったぜ最近頑張ってたからしてくれた？やった。最近メール頑張ってるよ。エナジードリンクは肉じゃが系のイメージ違うよ、草食系だからエナジードリンク飲んでるんだよって感じじゃない？違う。ぜひ来年も投票させてください。よろしいです。ありがとうございます。ぜひ来年も投票していただけるようにこの1年間頑張ります。100位でもほぼ全然それな。千穂ちゃんの99位もほんと嬉しかった。もうギリ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 っていうのもすごいし、99でしょ。もうほんとにさあ、千穂ちゃんがランクインした時にやったぜーっていうね、千穂ちゃん推しの女の声が聞こえてきて、ほぼはすごいなって思いました。あ、じゃないけど、あ、松井ジメナさんのスピーチ最後まで放送されなかったんだ。そっか。そうね、最近のメールの内容が濃く編集する。やったー。 ST メンバーの盛り上がりがなかったの。あー、ST ね、いや盛り上がり、うん、お母ちゃんおはようございます。あ、おはようございます。スカパーライブでの時、カホタルのカメラ目線を見てハートを奪われたよ。どこだっけ、背中を押してよか、あれは千穂ちゃんとこがマジですげーとしか、ショールームも撮ったしな。あ、確かにね。いや、ほんとすごいよね。なんか団結力、団結力、うん、すごいよね。ほんとにすごいとしかって感じ。盛り上がる昨日はないもんまあ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 、竹野さん思ったより、あー、由美子、いやでもすごくないですか。78位だっけ。もっとSTの席をカメラで映してほしかった。あーそれまあね、久しぶりだね。覚えてる？あー、久しぶりです。コンサート後で 見るよ。ありがとうございます。74か、すごいね。74、名古屋ドーム大きかった？いや、大きかったですね。
カハトラおはよう、来年は一休席を盛り上がれるようにそうですね、来年は本当にしたいです、盛り上がれるようにスコホーと順位このそれはね今度はなかなかカハトラのパフォーマンスみたい、みんなに握手、そうだね、東京とかでもっとライブしたいね、瀬戸内がさ基本多いんで、空調聞いてて帰ってきて、それはそう今何の話してたっけ、あ、そうそう、瀬戸内が基本多いんで、握手会は来たことあるけどライブは見れてないなって方も多いと思うんで、本当にまた東京とかでもライブをしたいです、いつかしたいな。まあダンスそんなに得意じゃないけど、やっぱりライブに来てもらって踊って歌ってる姿を見てほしいです。かわいいカホタル、ありがとうあーなんかね、総選挙見て岡田のキャプテンの嬉しがらメンバーの絵がめっちゃ嬉しかったよ。正直ラグーナでガサルのメンバーでガサルを応援することに決めた。ラグーナ、あー、1月4日とかでしたっけ、え、ラグーナ、瀬戸ビンゴ2オナシャス横浜ね、東京でライブなら握手会は瀬戸内で、それもそうだね確かになんか偏ってるもんね。ティッシュ配りでどこの店って聞き返されないくらい売れよう、うん。セカンドシングルは瀬戸内巡り的なものを関東でもすると嬉しい、うん、確かに一回だけだとか、確かにね、三重か、三重ね、三重だとどこだ、サンアリーナか、三重サンアリーナ、そうそう、紅白を瀬戸内、そうだね、紅白瀬戸内したいね、確かに。1月4日にアンチの、あ、ラグーン、あ、ラグーナで、カホを見つけてくれたんですか、嬉しい。イコラブさんとかもいたよね、確かその時。来年は頑張るね、来年頑張ろう、交通費の分いっぱい買うのに鈴鹿サーキットでライブ、あー鈴鹿サーキットかあんま行ったことない、もうすぐドーム入場です、お、ほんとだ、9時半から、9時からか、肩が痛い。おはようございます、三重なら瀬戸内より近いからね三重でもね、いやいや、それはそうです、三重でも知ってくれてるのかな、必要なこと、重大発表書類見ます、あ、ありがとうございます、いいな、今日握手会行けた人って、いや三重知ってるのかな、なんかやっぱりね頑張らないとって思いますよね、本当に移動品なかったらマジで買えるから、確かに瀬戸内から東京の移動費は確かにすごい、イコラブの一人のラグーナの地元らしい、こうして T シャツ首周りが伸びていきます、コメントやってたら電車乗り逃したらどんまい
昨日は総選挙、あ、お疲れ様です。福岡からおはようございます。おはようございます。お疲れ様です。そうだね、見栄もしてほしいなっていうのは本当に思います。したいなって。これ何に使うんだろう。どう使う、飾っとこうかな。どうしよう、これそれなりに。お、お疲れ様です。あ、見えずっと SKE 派か NNB 派かで分かれそう。確かにそれはそうだね。神の手アプリ入れなきゃって。あ、これ神の手で撮れるんだ。神の手、神の手、皆さん、え、神の手押し入れに飾っとこう。それもそうだな。鳥羽水族館でやろう。神の手でこれあるの？え、めちゃめちゃ、あ、やばい、見てなかった。神の手だ、みんな。これ多分神の手であると思うので、神の手ぜひやってね。ほい、 あるのかな、わかんないけど、まだ要チェック。そう、膝掛けに使って。そうです、お仕事頑張ってください。書いてやった。当たる当たる当たるよ。今日寒ない？え、暑いんだけど、めっちゃ。タオルに映ってるコアカホです。これいいね。西野カナさん、見えだよ。サーリーナでカホライブ見に行った。クッションよりかさばらなくていいね。クッションも良かったけど、ちょっと待ってて。お待たせいた。元気があったら10円いきます。おお、いいね。おにぎり、おにぎり食べたい。お腹すいた。カホグッズ完売するの。早い。嬉しいな、でも完売、グッズ完売めっちゃ嬉しい。神の手ではゲット後にランダム決まるらしい、ある意味。え、神の手ゲット後にランダムで、あ、そうなんだ、へえ。本当に完売嬉しいな、みんなありがとう。初見よろしくお願いします。
おはよう。え、はじめまして、千尋ちゃん。ちなみに、はじめまして、カホです。今日のカホタル、幼く見える。マジですか？あー、今日はタオル買わなきゃ。タオル？メール返信だから検閲引っかかったらすまん。はじめまして、こっそり応援してました。嘘、上州さん、ありがとうございます。実家じゃない、ホテルです。何タオル買うって。今日売ってんのかな、グッズ。みんな売ってた？まだわかんないか。売ってる？名古屋ドームでグッズ今いる人。これから今度ね、ショールーム選抜も終わったし、このモンスターエナジードリンクが可愛いジュースになったらいいな。もうカウントできないんだね。カウントはできるよ、カウントは。でも、うん、カウントはできるよ。お疲れ様です、キョウちゃん、ペンギンありがとう。やらないんだ、グッズ販売。昨日完売で買えなかった。今日の分はん、普通のアクシカのグッズだけじゃないかな。うん、ならない気がする。へえ、まことさん、初見ありがとうございます。フライデーの名古屋で近いのに行けない名古屋ドーム、あー残念だ。販売しないらしい。え、普通のグッズ販売してるの？よくわかんない。普通のグッズ、これはこれっていうか、総選挙のグッズは売ってないみたいですが、どうなのかな。大人っぽい。本当？カウントできるよ。お願いします。一応ポイントになってるからね、ルームレベルが上がるっていう、ただそれだけだけど。洗濯しながら配信、眠くなってきた。カウタルの名前入ったブルーのタオルとかか、あれは多分総選挙グッズだから。ブルーのタオル、あ、カホが書いたやつ、あれ売ってるの、知らない。総選挙絡みの握手会で買えないって、いや、それはそうだよね。もうでも総選挙終わっちゃったからかな、終わったから売らないのかな、どうなんだろう。うん、でもそれはそう。朝の散歩しながら配信見ても、お、ありがとうございます。カウントしてくれてるし。なんで SD だけネット販売ないんだろう。なんでカウントしてくれてる。コメント書くよ、意地があるし。正面からカメラ目線お願いします。元気があれば何でもできる。総選挙の現場でタオルとか売ってほしかった。総選挙の現場でタオルは売ってた、総選挙の現場ではね。でももう終わったから握手会では売ってないっていう。恥ずかしがり屋なので、今日の握手会よろしくお願いします。カウントしてくれてるよ。ルームレベルが上がるっていうだけなんですけど。
ありがとう、カウント。ねえ、なんでネット販売ないんだろうね。おはようございます。肩のポスターかと思ったタオルです。タオル味方タオル完了です。懐かしい。チョコありがとう。お仕事行ってらっしゃい。キンキンさん、おはようございます。売り切れの乾物かも広しほしい。あーていうか新しいのがいいな、缶バッジ。そう、昨日膝にかけてたやつでかっ。でかいね。飾ろう、おうちにタンスに飾らせ。おはたる、カハタルを見たら恥ずかしくて無言になってしまう。無言じゃないんじゃん、いつも梅田会社の違いかも。あー、おはようございます。あら、ペンギンありがとう。等身大タオルかしら。まあそんな感じ。新しい缶バッジ売り切れてた。カホ嬉しい。スレジーシャリーで寝ればいいの。そうそう。あ、シナマギさん、おはようございます。ケンタさん、はじめまして。カタルが小さいからタルが大きい。今日来てくれるんだ、よろしくお願いします。カタルなんでカタルなの。なんでだろう。まさかの。おはようございます。ちょっと純粋するのは誰。またね、バイバイ。ありがとうね、なかったる。缶バッジ買えなかった人は悲しい。え、缶バッジ昨日売ってたの。まあ、それはそうだけど。あ、売り切れててずっと補充がないってこと。ずっと買えないってことか。そっかー。私行きます。ありがとうございます。スービンゴの男と女のラブゲームからカハちゃんのこと、嬉しい、ありがとう。初見出す、中ちゃん初見出す、よろしくお願いします。赤さん、おはよう。僕も行きます。お、かいくん、ありがとう。間違えました、行けたら行きます。来て、来れることを願っています。夏は待ってたかも。50カウントありがとう。今日の夜は配信する。できたらする。いや、できるからする。あ、どうして、キくん、ありがとう。おはようございます。カホちゃんの缶バッジが未だに見つからん。おう、カホちゃん暇なの。うん、今ね、今週から仕事中のトイレの回数が減るの。カホちゃん、カホちゃん何そんなに可愛いの。可愛いに理由はないよ。自分で言うな。言っても生写真買う人に買って。おはようございます。行けないより行くは行かない宣言。おーい、嘘だー。ダメだよ、白マギさん。待ってるからね。STU のグッズの中で全然買えた。グッズの中で全然買えた。外に並んで損した。え、どういうこと、どういうこと。おはようございます。たるさん、おはようございます。また行くね、配信。うん、待ってるよ。はじめはピンとこなかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれるか。ドームに入ったよ。お疲れ様です。楽しんでね。カホは今日は6部、7部はあれだけど、スマシは使えないけど、6部が使えます。外に並んで得した人です。可愛いと綺麗は だからどっちもだって。昨日のペダルの顔たる、ええ顔しとったよ。顔でもやばかったよ。必死で踊ってたから顔やばかった。ないです、カホはランク外です、圏外です。総選挙後だから握手盛り上がるだろうね。
昨日撮影タイムあったのに下方に見撮れて撮れない撮れなかった。外割り切れ撮ってないの外割り切れてたけど中は全然売れ、あ、中にもあったんだ。室内真っ白なホテルやね。昨日レッドでしまった。900しかどの例もそう、選挙の話そうだろうね。あら、ありがとうございます。白馬木さんがタワーをくださいました、ありがとう。パチ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 。ありがとうございます。誰も撮ってない、嘘、ありがとう。え、カホのお母さんもね、撮ったって言ったらカホがおらんかったから撮らんかったって言ってた。ええー、と思って。篠もげさん素敵。完売やったら一人でん、完売やったら一人で、え、どういうことどういうこと。スカパーのカメラマン結構カホ、そう、あの、たまたまこうこう並んでた時にたまたま目の前にカメラのこう機材が置いてあって、運よくねそこに立ち位置がそこだったんで、そう、よかったです、嬉しい。中も全部売り切れてたよ。え、そうなんだ、嬉しい。中もあったんだ、へえ。え、中でか完売、中で完売で通るか、あ、そうなんだね。あ、外だと中にもあったんだ、うん、そっかそっか。夜配信にまた来ます、あ、待ってます。カパーでかかったら抜かれてワイは湧いた嬉しい。え、どの部分。呼吸は乱れて汗が溢れ出すかな。今日のグッズは、今日のグッズ販売は一類だけですよ。一類ってどういうこと。なあ、ありがとう。呼吸は乱れて、なんかテレビ変えよう。ゲゲゲの鬼太郎やっとるやん。スカパー見るべ、りょりょ、ゲゲ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 、朝まで、ね、どこでグーグーグー。階段降りてくるか、え、なんかさ、そう、嬉しいよね。なんかあのね、あの、何、お席行くところの時にも映ったって言ってくれて嬉しかったです。撮影タイムの始まった時の移動中のカーテルの絡みの狭いる風が、えー、いつだろう、撮影タイムの始まった時の移動中のどこの時だろう。でも嬉しい。更新ちょっと確かに1時間経ったけどしないもうあれはしない、更新はしない。え、今日グッズ売ってるの、どっちどっち、情報わかんない。今日売ってるんだ。マネージャーにも一応聞いたんだけどね、返信返ってことって感じで、どっちなんだろう。あ、販売、なになに、一類だけ売ってるって。5番ゲートでグッズ販売、販売してるんだ。なんでわかんないんだろう、一類側だってさ。え、どういうこと一類側って。普段階段から出てくるやつ起きちゃう、カメラに S 送ってたくない。どこだ、あ、送ってたかな スカパーのカメラマンカフタロウ嬉しい一般グッズ販売、一般グッズ販売はしてる。一般グッズか、一般グッズって何もう分からん。一般グッズって普通のやつだよね。5番なのからしいです。昨日カハタレン見たかった、シュシュで好きに見えへんかった。
あ、そっかそっか、正直情報で。そろそろ寝るよ、頑張ってね。センプルさん、ありがとう。せんかた、ありがとう。降りるときの、階段降りるとき？あ、登ってって、あそこか。昨日の情報では少し入ってくるって言ってました。あ、四日坊主さん。四日坊主さん。ありがとうございます。お疲れ様でした。総選挙楽しめました。うん。そうなんだ。一般グッズだって。一般グッズ売ってるみたいですね。一般グッズは売ってるみたいですね。大事なことなので2回言いました。ナナさんスピーチね。最初のステージの階段で、ああ、あそこね。あそこね。そっかそっか。嬉しい。選挙楽しかったですよ。さあ、ぶっちゃけ昨日16時からずっと座りっぱなし。確かに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 。さあ、そろそろ終わりますか。また耳に声つけて違うよ。朝ごはん、朝ごはん買ってこよう。10歳おいちーさん、12位きたぽんさん、11位しばやんさん、10位けんちゃんさん、9位かっつ、8位かっつん、8位あたる、7位ロベルトさん、6位スマホが1番さん、5位みずぴーさん、4位まさるさん、3位よっぽさん、2位しろむぎさん、1位りゅうさん、ありがとうございます。今年は初の生までに入れなかったのに18年生まれになったけど、そうです、入れなかったんですよ。まあ仕方がない。カータルお疲れ様でした、福岡にも来てねって言いたいです。いつか重大発表あるんだね、今日の14時10分から。またなんか6分まで時間があるので、その後配信できたらしますので、よかったらまたルームのハロー処刑さんしていただけると嬉しいです。タワーどこやったっけ、タワーじゃない、だだだだだ、よいありがとう。ハシありがとう、ありがとう、トモさんも来てくれて、アズランタルありがとう。ヒル配信もするかもってこと？ああ、すると思います。時間があれば、だけど、もう。アトムギッチさん、ありがとう。もう終わるからよかったら、初見の方、ルームフォローしていってください。今日、物なくじゃない。今日も頑張れ。ありがとう。漢字が書けなかった。リュウさん、ありがとうございます。あ、アズランタルありがとう。よし、そろそろ終わろっかな。なんか潰れちゃうかなと思って、書き、書こうか、漢字で。
分かった頑張った感じで書く感じで書きますじゃあ、うん、多分もういないと思うな。どうだろう一回感じで書こう。何歳？21歳です。もう汗かいててさ切れないんだよ、マスキングテープが。よいしょ、ほらこんなんなっちゃう、ビュービューって。え、いないじゃん。なんでログアウトしたんだよ、リュウさん、白負けさん。ちのまんげさん、いや、言ってくれてるでしょうか。はい、ありがとうございます。クレア上がりでチョッパー10歳リューザーの、そっからグワッとちょっと、はい、じゃあありがとうございました。またね、14時10分重大発表らしいので、ぜひショールームにお集まりください。それでは終わります。あと今日の6部おしましで使えますので、よろしければ気になってくれた方ぜひ会いに来てね。ありがとうございます、バイバイ。ありがとう、6部で待ってます。あと7部もよろしくお願いします、バイバイ。3、2、1、バイバイ。団長嬉しい、ありがとう。ルームフォローよろしくお願いします、バイバイ。決め手はショールーム選抜。
な。決め手はね。でもそれが運営が決めたことなら、私はこの悔しさをバネにしてサードに絶対に戻りたいです。決め手が将来の選抜なら運営が決めたことだと思って諦めます。今回は母にはいるので、戻ってきたいと思います。決めたがね、もしソウルの選抜なら、カフは絶対に諦めたくない。だから今すぐ配信しました。絶対に諦めたくない。決め手がもしショールーム選抜なら、この選抜落ちを認めて絶対にサードで戻ってきたいと思います。みんなこれからよろしくお願いします。絶対に頑張る。諦めない。みんなカフェについてきてください。スーさんも昨日言ってたしね。
そう、配信直後に発表直後に配信した理由はそれです。すいません、ショールーム配信してます。絶対に諦めない、頑張る。みんなカフェについてきてください。サードは絶対に戻ってきますので、次の握手会は笑顔で6部7部よろしくお願いします。性格悪くて結構です。私はこうなので、私を応援してくれる人は私は信じて一緒に頑張っていきたいので、君はそれが一番、私はこうなので、性格も良くないし、おそらく絶対サード戻ってきたいと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと終わろうかな。配信直後、発表直後に配信できてよかったです。それでは皆さん6部7部待ってます。バイバーイ。ありがとう。タワー誰？タワー誰だ？あ、ロベルト、ありがとうございます。ロベルト、ありがとう。6部、7部は笑顔で戻ってきますね。絶対負けない、ありがとう、バイバイ。ほんと？え、今妹スペシャル、なんでカハ出てるの？何のやつ？え、妹スペシャル何のやつですか？どういう状況？ちゃんと握手会来てくれる？ありがとう。やっぱり、あ、再放送か、なんだびっくりした、再放送じゃない、なんか変わった、お疲れ、ありがとうございました。握手会めっちゃ楽しかったよ。タワーありがとうございます。誰だろう、カモさんありがとう。カータル西野ついていく、マジついてきてくれる？大変おしまいって50タル、カータルのモバメよかった、モバメ頑張ってるでしょ、カホメール頑張ろうって決めたんだ。握手会楽しかったよ、ありがとうございました。やっぱり握手会楽しいねなんかね、改めて思ったんです、なんか改めて思ったんですよ。この48グループに入ったからには、絶対に頑張ろうって改めて思いました。なんかね、発揮しね、
発揮し、そう、正直なんか、なんて言うんだろうな、なんかね、カホももう年齢だしね、なんか年齢だしって思ってたんですけど、今回この選抜落ちをね経験して、なんか何て言うんだろう、選抜、うん、カホも人生をかけて見たくなりました、48グループに。なので全然まだ卒業する気もないですし そうなんですよ、なんかそう、なんか気持ちが変わったというか、180度ぐらい変わりましたね、気持ちが。カホも人生をかけてみたくなりました、今回のことで。そんなに、うん、そんなに、なんかね、360度でした、すいません、え、なに、どっち、あ、360度変わらなくてよかった、あ、なんか今まではなんか気合が、なんて言うんだろう、まあ、もうね二十歳なんでっていうこともあって、そんな、あさみさん、ありがとう。今日は楽しかったよ。ありがとう、本当に。そう、もうね、人生かけてみたくなりました。あ、ケトルさん、ありがとう。あ、そう、ベタなの一発欲しかったね。いや、それな話しきれなかったよね、びっくりしたんだけど入った時比べなかったよ、制限次のシングル、うん、次、うん、ってことでね、感謝です。私は今セカンドシングルを出させていただけるっていうことと、それからね、こんなにもたくさん応援してくれてる、くれているファンの方がいるっていうのはね、今日握手会で、うん、本当にあれです、なんだろう、一緒に泣いてくれたファンの方もいて、うん、それ、見てたら泣けてきちゃったんですけど。あ、黒パンダさんだ。ありがとうございます。悪いこと？何？何？悪いこと言わなくていい？何？何？気になるけど。そうなんです。
みんなが嫌いになりかけてどういうこと？消してしまうのコート、あ、ゆうゆうありがとう。ラート君ありがとう。あ、カホ笑ってない。あ、に。今回は泣かずに握手をすると決めたんで、カホは笑顔で最後までやったよ。一粒流れたけど。一二粒流れたけど我慢した。歌詞会場で見たけどめっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。パッセさん、パッセさん、うん、負けへんで、負けへんで、あのね、そうそう、一緒にね、裏で泣いてくれたね、スタッフさんっていうか運営の方もいてね、それも嬉しかった。イベントなんで、そう。ひなちゃんにバレないように握手会来てね。今度ヒゲ剃っていくね。剃っちゃうの。カップリング曲もあるのか。え、カップリング、カップリング曲。そう、その人さん、すんごいね、嬉しかった。いい感じだ。お、ポンタローさん、お、押しましで、あ、ありがとうございます。この前も来てくれたかな。そっか、じゃあこの次のサードまでの期間は、サードね、ケンさんありがとう。バイバイ。スキルアップということで、そうですね、スキルアップですね。春くらいかな。春くらいなのかどうかわかりませんが、給料全部つき込む。ダメだよ、破産はね。まゆね、えいめからありがとう。あ、なんとなくわかったかもしれないぞ。サードは来年ですか。来年ですか。まあダンススキルもそうだけど、タワー2本立ってますか。あら、つねたる、ありがとうございます。つねたる、今日はありがとう。てっぺんてっぺんたたん、むけへんで、
おじゅうさんまみたいなセカンドかな。選抜の基準はよくわからない。まあまあわからない。まあね、つねさんたちはきつい。船初日は、船初日負けた。でもなんだろう、すごい、あ、なんだろう、選抜基準、選抜に基準なんてないやろ。カホに言われても知らないです誰ですかこの人いや、ほんと、話の続き、次回お願いしますね。まあ、理屈はないんだろうね。まあ、理屈がないだけに、やっぱり、結果が、というか、数字なのかな、どうなのかな。まあ、でもその辺は考えても仕方がないので、大阪でね、頑張りだす。いや、とにかくそうです、もう本当に頑張るしかないから。みんながね、そうだ、なんか今日セカンドじゃない、なんだっけ、選抜総選挙の、選抜総選挙のグッズね、今日売ってたみたいだね。ガータローしでよかったって言ってもらえるのが本当に嬉しいです。そう、頑張れそうなんだけど、そうなんでもなんか売ってたみたい。頑張れ、そう、全然飲めない。ありがとうございます。タオルくん、そう、めっちゃ顔のグッズめっちゃ漏れてるんだけど、今世紀一番漏れてるから、みんなチェックしてね今世紀一番漏れてるやのグッズ、マジ可愛いから。でもいいじゃないですか、これをきっかけに、これを、今世紀写真がね、金子さんも、なんだっけ、え、なんの話、あ、そう、これをきっかけにさ、またみんながさ、そうそう、心が一つになった気がするし、もう、あとは、上を向くしかないので。顔の、いいところも悪いところもそうだけど、強気すぎるところかな。負けへんで、負けたらあかん。
ちゃくちゃ情熱を持たせてきました。浮気する気がなくなりました。ありがとう。今日の握手めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。握手会が一番好きだな。やっぱりライブも好きだけど握手会が一番好きかも。コータル、え、コータくん、ほんと？嬉しい。ゆたかくん、ありがとう。握手会で。ともちゃん、ありがとう。すっちー、ありがとう。4つ目で確認しました。ほうほうほう。ってこうやってさ。いってます、ありがとうございます。コンサートと総選挙、そして、あ、ヤギさんありがとうございます。もも返信してくれた？ありがとうございます。本当に。しゅうへいさん、こんにちは。くしゃみ。うん。本当、握手好きだな。やっぱ、直接。みんなと話すことができたし、こうやって、人生かけて頑張ろうって思ったのもやっぱりファンの方と直接話してみんなの思いだとかなんだろう、あとは全然アイドルわからないカホにいろいろね教えてくれたり今までのこととか教えてくれたり、お嫁出てきてくれる唯一の目。ショールームの方が。たくまくん出勤、ヤギさん責めないで、眠そうだね、いつもこういう顔です。やつ当たりしてしまいました。なんで顔もいろいろ思うことあるけども仕方ないしね、仕方ないって終わらせたくないからやっぱ頑張るしかないんだよ。負けへんで。ひろゆきさん、おやすみなさい。メンタル強いのかな。あ、ももちゃん。何がこれ、負けたのか、負けたあかん。まったかさん、ありがとう。
旧フォーティエイトグループで、あ、そうなんだ、一番長い握手。疲れ様、岡田奈々さんより須田さんより長く握手してた。負けんで。うん。本当だ。一番長く、最後だったかも。腐ったらあかんからね。多分、カホは腐れないんだと思います。うん、今回はおしましじゃなかったよ、7部は。ともちゃんありがとう。サードも戻って総選挙もランクインしよう。そうですね、この1年は本当に、この1年っていうか、気を引き締めて頑張ります。手羽先食べてよ。 今俺何ができるかわけでもないけど応援する。真央ちゃんありがとう。燃える。カホもみんなと同じように燃えてる今。こんばんは。今オーラは赤。あ、千穂ちゃんね、確かにな。なんであそこでびっくりした。いろいろあるでしょうね。 あなたの素敵さ、ありがとう。でも僕は燃えすぎる時 燃えてます。静かに、じゃあ青かな。静かに燃えてるんだったら青だな。ぼほぼほ、やってやるぞ、ぼほ。みんな頑張ろう。玉来たらありがとう。話題なくても目の前にカホちゃんがいるだけでドキドキとするので握手行くといいと思います。 読みました。いい言葉だったので。 ではな、元気を出して、明日から頑張る。明日からじゃないんだ、カホ、もう。選抜発表された瞬間から、頑張ろうって思いましたよ。なんで、すぐにシャワー浴びてみんなに気持ちを伝えました。誰よりも早かったと思います。ショールーム配信するのは。昨日の撮った動画、目の前に母ちゃんいて、うれぴよ。うん、ありがとう。よっ。今日名古屋にお泊まりです。夜食キムチ食べたいんだけど、ちょっと食べちゃったんだよね、鶏皮。まあ今日はいっかなって思って。でも最近ちょっとまだ守れてきてないから、18時以降食べないようにしないといけない。ふん。 でもね。
みんなか弱い女の子が好きでしょ。か弱くないよ、カホ。どうする？いい？握手会前にキムチは食べてない。その方が楽がいいの。カンドルか弱いで。韓国女、強がるところが可愛いや。強がってる。フフフフ、そうなんだ、あれ見たら。今日が一番可愛いの不思議と、マジ。強そうって思って、強そうって思うのは君見つかった時くらいだけど、おい。そうやん、ありがとう、今まで以上に頑張るよ。っていうか、なんかねこう頑張ろうって思ったら、なんか行動せずにはいられなくなってきてね、なんか早くいろいろダンスとか覚えたい。ダンス踊りたい。ティーチャーティーチャーやりたいの、ティーチャーティーチャー。あるるるのレモン見てきた？どんなカートルも受け入れるにょ。シュームしてますよ。分かったんだ。はじめまして、みやっちさん。50、もういらない。いや、ズームレベル上がるから嬉しいけど、共有はしない。惚れる。惚れてくれたん。どうせマジでカードルの上、みんなで追い上げよう。浮気起こらない広い心、うるさいつ。おい。あ、ちわちゃん、昨日の総選挙見たよ。ありがとうございます。そうだね、何も言わせねえの、もう結果。そうですね、こんばんは。怒れるわ。うん、炎上さん怒れるわ。カータリに会えなくてめっちゃつらい。カーもつらいぞ。今日は本当に楽しかったよ。早く会いたいよ、みんなに。握手会一番好きなんだよ、本当に。おお、徳丸さんありがとうございます。え、アイス徳丸さんかな。そう、顔でもはっきり言いすぎちゃってちょっと勘違いされちゃうかな。顔もちょっといいところでもあり、気をつけないといけないんだけどね。うん、シーシーありがとう。タワーありがとうです。ありがとう、カモン。まあそれがカホなんで、
この性格はちょっと変えられないと思います。ここは まだ総選挙の帯なんだ、帯なんて言うんだっけ、テロップなんや、まだそう。ルームレベルとはなわけないけど、わからない。ルームレベル上がるといい。どうだろうね。あ、ウリマン。かわいくないのか。かわいくない。かわいくないかもしれない。ただやん。やすおさんハート。強そうに見えて弱いけど強がって怒るガートル様が大好きです。ガフにガチ恋や、それは。ガチ恋だな。ルームメイクイン、今日握手会そうだよ。今日の握手会楽しかった、幸せでした。色白だしかよかった。おい、理解目さん。お、お疲れ様です。でもそっか、結構船も本格に敵に多分今年できるだろうからね。まあ、でもちょっとそこに初日のメンバーがどうか分かんないですけど、まだそっか、いろいろあると思うからちょっとそこは使うね。初日のメンバー参考支配人です。でも初日って選抜メンバーじゃないの？よくわからない。グッズ怖くな頑張ってくれ、そうとは限らないけど、うその時には状況が変わってる。まあ間違いない。二人小僧さん、今日東京で初めて握手に行きました。嬉しい。二人小僧さん、ありがとうございます。
2013年から AKB ファンです。そうだったんだ、すごい。それな、今年だと。セカンドはどうなるんだろう。いろいろまた。ただやまさん、ぜひまた来てください。シングルの期間、シングルの期間半年だったね。1月デビューの半年か、6月でセカンドだから、だいたいどれくらいの感じで出てるのかな。ただやありがとう。相手がね、同じ会社の人、同じ匂いがして問い詰めたらまたやつきが面白い。1年に2枚バレンタインあたり年に2枚。そっか、11月早すぎじゃない？ 11 月ではない気がする。カホも春頃と予想。2月か、わかんないけど、1、2月かな。本当ありがとう。年3枚出すんだ、普通なら。まあまあまあ、まず考えても仕方ないね。そうね、頑張ります。頑張ろう。握手会の日程、うん、それな。そうなんだ。なこめくさん選抜落ちしてるの。カウントしてくれてる。何時から配信したっけ。うん、トットさんお疲れ様でした。ありがとう。
ございます。更新しないよ、カウントしてくれてのんちゃん号泣してたね。応援させてくださいねって、ありがとうございます。ありがとう。うん、トールさん、今日ありがとうございます。あ、そっか、3回。キウイに任せて STM モバイル回復したら、なんでやねん。なんでなんで。来年の続きね。
追加役しちゃったの。感謝悪あったね。感謝悪そうだね。こんばんは。あ、あらちゃんありがとう。喋れなくて前に行って大丈夫ですか？もちろん。バナナです。音楽聴いてる。母さんのスマホね。レゲエクラシックアンニョンアンニョンの歌だよ。そこはビビンだ。おばめに奈々さんが レゲエ聞いてたら弾いちゃうの。聞いてはないけど今。
ておようみたいな。連番、いやまだ、おお連番だ、連コメ、ラップのレギュラー違うんだ、わかんない、こんなんで復活してきて痛いんだよ。カートルがそんなに元気そうにしてると辛いです、笑った。今日はお酒飲んで寝ちゃえていいの？レギュラーにもいろいろあってですね、そうなの。お酒飲まない人だよ。めっちゃなんか首痩せた気がする。首長くなった。カホ、アフタッチ、なんか首長くなった気がするんだけど。これからのチェックイン、お疲れ様です、ありがとう。お酒飲んでも引かないから大丈夫。なんだろう、なんかね、もう。甘辛モスバーでバーガー爆食いします。いいなあ、モス。ゴロム聞いたら泣く？やれよ僕を自然にするの、綺麗事では。ここでなショールーム配信終わってから泣きますって言うとみんなが、ショールーム終わったら泣いちゃいそうだから喋らずにつけてるの。みんなにそばにいてほしいから。マジか、ユーマ。終わったら爆弾。
説教なんですか、イケオンさん。今言ってください。それはましてきん、元気出せって。うん、違う顔あれかもしれない。今情緒不安定かもしれない。自分で配信見て思ったけど、フフフ、サーク面白すぎる。ん？あ、何マジレスして、ヤッホー、うん、明日寝てみよう。どうしよう、明日早い、なんで、うん、ライスバーガー買いました。3個また3個は食べ過ぎです。ハヤトくん、おしませまでよかった。どうしよう、なんかもう、いや、コケペンちゃん来る配信を思い出してよ。うん、思い出す。ズズーン、ありがとう。めんどくさい花が気になるこれ。いや、めんどくさいのかもしれない、もしかしたらカホって。
サボサ。チゴモズはね、ド S なんだよ。ちょっと待って、めんどくさくないと思うけど、めんどくさくてまた会議。かっこいいお兄さんでしょ、かっこよくはない。うそうそ。それいろいろとまずいな。めんどくさいのかもしれない。今日いけんかってすまん。あー、おきおじさん、今日の配信めっちゃ楽し、嘘。はあ。あ、確かに。寝た方がいいね。しゃ。頑張るぞ、明日も。明日も。明日も頑張るぞ。じゃあ、明日も頑張るぞ。現実を受け止めて。あ、かかった声。しょっ。多分これから嫌な現実ばかりだろうけど、いろいろこの結果が出ちゃったから、だけどガフにはみんなが言ってくれてるということを信じて、現実を受け止めて、一日一日を大切にして、あまり深く考えずに、半年間前だけを見て頑張ります。あまり深くか、もう深く考えちゃったら気持ちこうなるだけ一方だから、カホの場合。自分のことは自分が一番よく分かってます。なのでこれからも皆さん
応援よろしくお願いします。頑張るぞ。もう終わるよ。考えるなってアドバイス。考えるなみたいな。考えるな感じろってでいいんじゃないですか。考えるな感じろみたいな、そういう方が好き。考えるな感じろ、体で感じるんだ。いいか、体で感じるんだ。ブルそういうことです。感じました。ゴキペンさんありがとう。23人に切られても地球。そうだね。じゃあね、みんな、1時間以上配信しちゃったかな。終わります。やめて、顔だる旋風を巻き起こすぞ。バイバイ。13位石田たるなきたるさん、12位まさるさん、11位アクアさん、10位スマホが一番さん、9位みちおしたる。8位ところてんさん、7位ゆめたる、6位とくもさん、5位ラベルトでしょう、4位ガチャ、3位シッシー、2位かわさん、1位つねたる。ありがとうございます。荒ぶってますよ。いてててむっちゃ足痛い、むっちゃ足痛い、痛い痛い痛い。今日なんか結構いろいろ買っちゃったんだよね。お腹空いてないのに買っちゃった。ガチャさんを呼ぶせな、なんかね、そこら辺も考えてないんだよね。誰が誰とか誰がさんとか統一した方がいいですか。統一した方がいいなら統一します。あれどうしたっけな、イヤホンどこやったっけ。特別感でも別にないけど、ここにかかってたわ。そんなことどうでもいいって。なんかでも結構言われるんだよね、なんで呼び捨てなの、なんで呼び捨てじゃないの、なんでタルって言ってるの。知りません。私がそう思ったからその名前で呼んでいるんです、以上ですって感じ。名古屋名物食べれなかった。そうなの、残念すぎ。名古屋マジか。めちゃ髪、そうめちゃ髪だけ伸びた。映ってるぞ、うん、何が。あ、調子。それでいいんやで、カップの反射。別に映って悪いものはないから大丈夫です。ありがとう、教えてくれて。
年上だけど、これ前向いてるってよね。プロフィールは見ないでって、見てほしいんでしょ。見ないわ、じゃあ。見てって言うなら見るけど。101位のトロフィーですか？101位のトロフィー。読めない。はい、終わろう終わろう。ちょ、待って待って。見ないでいいんかい。見る。いいこと書いてあるんかな。どういうこと？わ、こんな1位取ってくれたんだね、みんな。ほら見て、このホテルにいる間にこんなに溜まりましたね。いつだ、だいつ寝たる。じゃん、うるさかった？つねたる、ありがとうございます。バイバイ。ありがとう、たまたててくれて。3、2、1、おやすみなさい。今日は握手会ありがとうございました。本当に楽しかったです。またね。